チューでいきましょう。あ、わかと、あ、マイマと、あ、レンゲです。あ、ヨスです。あ、キマです。みんな青を言うということでですね、今回は願い星スクール第何回ですか。僕は知りません。初回で、初回でした。初回です。イエーイ、イエーイ。ということで今回はですね、ポケモンカードの基本の機能紙デッキ構築を教えていきたいと思います。ちょっとね、今日はガヤがいるので皆さんに意見をね、お聞きしてやっていきたいと思います、ね、はい、はい、じゃあまず参加型のね、目次を言います。1、デッキでやりたいことを決める。2つ目、対面の想定をしよう。3、メインアタッカーを決める。4、サブアタッカーシステム目標を決める。5、やりたいボールを決めよう、まだグッズケットですね。6、サポートを決めよう。8、スタジアムを決めよう。9、エネルギーの配分を決めよう。そして最後がサプライを決めようですね。これはもう一番大事なことなのでちょっと赤いよね。ということで、じゃあまずは一度やりたいことを決めるから、はい、はい、じゃあ皆さん、デッキといえば、ポケモンカードといえばどんなデッキがありますか。はい、はい、アグロ。アグロ、まあ、いいとこ中でもアグロ、うん、エクデンとかに下ろしたらそれこそハンドとかダメージとかね、いろいろあると思うんだけど、あとロストとかね、いろいろあるんだけど、今回とりあえずビートコントロール LO とかその辺について話していきたいと思います。まずビートデッキ、先ほどレンレンがアグロって言いましたね。アグロっていうのは、まあ、速攻性のあるデッキ、なんかなんだろう、デュエマでいうスピードアタッカーみたいなデッキのことで、今の環境にいるアグロデッキといえば、まあなんだろうな、白馬、黒馬、白馬、ビクテニア、白馬、黒馬、ビクテニア、黒馬、ビクテニアと思ってるよね。まあでも白馬はね、俺サムネにも書いたんだけど、今のスタンダードの、まあ、アグロの焦点だと思ってて、まあ、ビクテニといい勝負なんだけど、まあ、ビクテニと違って、まあ、VGX、GX とかには、飛躍とかにも打点が出る、まあ、アグロデッキ、まあ、じゃあ1個が白馬ですね、白馬。白馬ライダー。白馬はなんか、アグロって感じするよね。逆に言えば後半出力が出ないから、そうだね。息切れするターンがある。うん、それはなんか最近出たスイ君で加速していくような。ね、はい、あと、じゃあ次、コントロールですね。コントロールといえば、なんだろう、最近で言ったら最近はコントロールは息してない。コントロールというか、まあコントロールの中でも細分化ができる、まあ、言っちゃえば、うん、まあ、半分ビートではあるけど、うん、あの、スイくん、あー、あれもコントロールだわ。スイチルとか、そうスイチル、まあ、コントロール、スイくんチルタリスっていう今デッキが、JCS 前から突然流行りだして、一応武蔵と小次郎書いて相手の反動を減らしたりとかする、まあ言っちゃえばコントロールデッキ、相手を妨害することをメインに、うん、そうだね。で、次 LO、 まあ我らがアイアンド、レロニ、まあアイアンドが今一番てか、アイアンドしか LO できないかな。そうだね、一応リスクセイカーとかはあるけど、多分今一番現実的なのはアイアンド、すぐ出てすぐ使えるから。そう、一応この3つが、今のね、試合展開が早いポケモンカードではまあ主軸となるデッキタイプなのかな。まあ、あとはメルサシとかが若干コントロール寄りなのかな。コントロールだね、あれ見るだっけ。そう、まずここでやりたいことを決めましょう。まあじゃあ例えば、じゃあ今回とりあえずね、ビート寄りで話を進めていきたいと思います。じゃあまずビートで掘り下げていくときに、対面想定、はい、例えばじゃあ今の環境は大体わかる、3スクミはこれになってます。はい、まず黒馬バド X、 まあこれ言わずもがなね、まあいっぱい張っていっぱいドローできるっていうめちゃめちゃ強いね、一体で完結してるデッキタイプのカードになっております。次、電撃グラス、まあ雑魚狩り精度がバカ高いと、あのただと、ピンメタの、まあ、ミュウとかがあるんだけど、そこを、まあ、いろんなものでカバーできて、さらにサイドを複数枚取りできるっていうデッキタイプかな。で、次はクエト、まあ、アクエメムやら無限ダイナやらゲンガーやら、あとはアクニンフも一応そうかな。まあなんかその最近だと、まあ主軸となるのは言っちゃえばガラルファイヤーみたいなデッキタイプになってます。あとは、ブラッキーが強いかな。で、大体この3スクミがこの、今の環境にあるっていう中で想定してデッキを作るのがデッキ構築かな、今回の環境の、はい、で、この3スクミ、なんでこんな3スクミが生まれるのかっていうのは、まあ、基本的にはポケカには弱点っていう要素があります。例えば、コクワードレックスは、悪弱点だから、オーラマン、ガラルファイヤーのオーラマン190点でワンパンされちゃいますよとか、そういうね、話が今回の3スクミ、まあ、言っちゃえばじゃんけんですね、グーチョキパーみたいな話なんだけど、そこで、まあ、最強のね、こういう、なんか、なんだっけ流行ったやつ、こういうのが、こういうのを作るのが楽しいのが、デッキ構築かな。何これ、フレミング、全員に弱点を取れる、あ、グーチョキパー最強みたいな、小学生で書いたと思うんだけど、それで、
まあ構築するのが今楽しいかな。で、今の環境で言うと一撃裏押すとかのデッキタイプがこんな感じじゃない、まあ、あとニーフィアとかバレット系だね、まあ、回ればどこでも倒せるよみたいな。そう、先行取ってブンブン走ればっていうのを想定して、メインアタッカーを決めていきましょう。はい、で、メインアタッカーを決めていきましょう。さっき言った対面想定、じゃあ今回誰にする想定、何が想定、黒馬、黒馬、黒馬に勝ちたい。じゃあ今回のデッキ構築の目標、黒馬に勝ちたいにしましょう。はい、じゃあ黒馬に勝つには、勝つにはじゃない、黒馬に勝つには、はい、まず弱点を作る、特性を止める、まあ、あとは言っちゃえば特殊だけどザマゼンタ、ザマゼンタ V やジュナイパー等々の VGX からポケモンの技を受けないみたいなやつがいれば、まあ、若干黒馬側は面倒くさくなるんだけど、でも言っちゃえば黒馬ってめちゃめちゃ強いからこの辺は無視できるんだよね。やってくると一番強いのは弱点をつくことってなった時に、黒馬ドレックスは悪弱点なので自然と入るカードが決まってきます。トップ、トップ、いや、いや、ファイヤーだっけ、ファイヤー、ファイヤーヤーですね、ガルファイヤーですね、 V ですね、 V ですね、こちらのカードは先にで190点できるアクアダッカー、まあ強いよね。特性ジャイアンの翼でトラッシュからアクエネルギーを1枚こいつにつけることができます。で、これ何が強いかってシステムにもなるしメインアタッカーにもなるみたいな。ブラッキー、絶対ブラッキー、ブラッキー V、 V マックス、やった。ブラッキー V は、石撃 NA が貼れる一撃ポケモンでもあり、ダイヤークが160点出るかな。で、弱点込み320点だから、一撃 NA をつけてあげれば、クワバドレックス V マックスはワンパンできるよと。まあ、破格の性能を持ってます、こいつら。でも、ここまで合わせちゃったらさ、絶対黒馬には勝てるじゃん、みたいな。ただ、他のタイミングには厳しくなるよねっていうのが、ポケモンカードの構築の難しいところなんですよね。だから、どこまでその会場にいる、次を想定するか、さっき言ったタイミング想定、今回は黒馬にガン詰めするってことで、まあ、じゃあ、ブラッキー V、ブラッキー V マックスかな、メインアタッカーで、話を進めていきます。はい、続いて、サブアタッカーを決めていきましょう。まあ、基本的に、ブラッキーは、一、まあ、バッケン面出ると思うんだけど、一撃、これが、まあ、強いと。なんでかっていうと、一撃エネルギーで、まあ、なんか細かいところまで調整できるってなった時に、一撃がついてるポケモンが自然とサブアタッカーに選ばれてきます。まあ、一つ目はウーラバスね。ウーラバスの強いところは、まあ、同タイプだから、まあ、今若干いるであろう、まあ、あの雷バレットとかの、カプコケコ、まあ、あとはちょっと流行った、ピカゼクブルーかな、ブルーピカゼク今結構いるらしいんだけど、まあそうね、ゲンガもそうね、とかにも弱点をつける。ウーラバス V ですね、が、まあサブアタッカーとしては優先度が高いポケモンなんじゃないかなと思います。ゲンガーは、ゲンガーは等弱点、どっちも悪なんだけど、ブラッキーもこいつは等弱点で、ブラッキーが草弱点なんで、ファイヤーもです、ファイヤーも草弱点かなんで、ウーラオス、連撃ウーラオスはブラッキーで相手して、例えばじゃあコクバーやら、コクバーじゃないね、ダダリンやらが出てきた時はゲンガーで相手してあげるみたいな、まあカバーができるのか、まあ俗に言うバレットデッキとなっております。で、今回はウーラオス V、V マックスが今流行ってるので、そちらでいきます。次、システムポケモンですね。はい、一撃といえば何ですか皆さん。せーの、ヘルガー、はい、ヘルガーですね、すいません、ヘルガー、一進化のヘルガーっていうポケモンが、山札から一撃エネルギーをペッてつけて2点乗っけるみたいな効果になっております。それを加味した時に、ダイアークが先にで言えるのと、ブラッキーアイって、ブラッキーアイじゃん、なんだっけ、ダークシグナルダークシグナルっていうので、先にでボスの指令を言って黒馬をもう上から倒せるっていうのが、まあすごく強いところだから、ヘルガーを置くところ、置くっていうことにそう重きを置いて構築していくと、とても強いデッキが生まれるんじゃないかなと思います。はい、デデンデとクロバットちゃん、この2匹はね、まあこいつは C だからそろそろ落ちるって言われてるんだけど、まあ基本的にクイックボールから触れるドローソースですね。それだけ言ってることはめちゃめちゃ強いんですよ。で、一撃ウーラースのデッキって引きたいものがどんどん増えていくから、デデンデクロバットは必須採用となります。入れたいボールを決めましょう。ボールといえばクイック、レビュー、ドリームボール一番ありえない、プレシャス、ヘビーボール、もうさ、レギュを超えてるのに、プラザマダンのスーパーボール、プレシャスもそうね、マスターボール、
で、ボールボールっていう名前はついてないけど、今回はポケモン通信。進化。うん。なんかもうさ、通信もさ、もうなんかポケモン触るからさ、まとめて玉とかさ、ボールって言ってるし。そう、あのね、俺らが言うボールは、山札からポケモンを触る手段かな。進化ポケモンじゃない、進化の。ひらがなで言う。全ひらがなで言う。そう。あれ、ひらがなを放ってひらがなで。あ、いいよ、そう。はい、今日もすまあ、大体この5つぐらいがよく使われる。まあ、あとスーパーボールとかも使われるんだけど、まあ、2タイプを選ぶかな。プレイヤーする内容は最近の3番とか、まあ、ではこの4つが基本主軸だよね。そうだ、クイック、レベル、ポケモン通信、進化のコメントマジでよく見る。で、今回のボールを決めるときにこいつらで何を触れるかっていうのを考えます。まず1つ目、クイックボール。まあ、種全般。種ポケモン。種ポケモンね。だから今回でこいつクイックボールが、まあ、デデンネンやったりクロボットやったりもそうなんだけど、まあ、アタッカーにもなると。めちゃめちゃ強いです、このボールは。これはもう4必須。今回の必須はゴール。今回の構築メーターはクイックボール4枚必須。次、レベルボール。まあ、こいつは出れるか触れる。それ以外はなんかミュウか。まあ、ミュウだね。ミュウ。フィオネか。フィー。マーシャルで、まあ一撃ヤブだな、これ振り切ってるかな。まあ、この辺のね、デリビリ、ユーヒーロー、マーシャルみたいな非 V、非 GX の、ポケモンを触ることができる。まあでも、こいつは基本的に、まあ、デリビリやサポート系かな、一応、満面の。まあ、入れても入れなくてもいいっていう。だこれは2周丸で、これは丸ぐらいじゃん。次、ポケモン通信。ポケモン通信は、みんなだね、なんでも、うん、ただ手札にもう1枚ポケモンがある必要があると。でもこのデッキってポケモンの種類がとても多いんですよ。なんでかっていうと進化ラインがヘルガー、ブラッキーだけでもう2種類あるだけで入れてもいいと思います。はい、じゃあポケモン通信に関してはそんなんだろう。デッキをさ、ね、あれじゃん、なんかによってさ採用枚数結構ばらけるやん。ばらける。そうだね。デッキの中のポケモンの種類が多ければ多いほど強いか。そうだね。まあそういう時に、うん、慣れたら枚数変えてこう、うん、そうだね。だから強いから絶対今回とりあえず仮定として、うん、こいつ4必須、まあ、こいつは枠があったら1枚ぐらい、うん、こいつもまあ2枚から、まあ、1、2、3ぐらいかな。4はないかな。2枚ぐらいかな。まああって2枚ぐらい、2枚ぐらい進化で、それで進化の方がボスにもなるし、ブラッキーね、だからエデカスカにもなるし、ヘルガー、そうヘルガーになるしっていう、まあ結構このデッキにおいてはオールマイティな方なんですよ、この子って。大事。だから僕は2枚から3枚採用してもいいかなと思います。って考えた時に、うん、って考えた時に、まあだから4、2、1、2、3かな。超綺麗、大好きこの、まあ、この数字大好き。あのね、これはまあ経験則にもなってきちゃうんだけど、大体これぐらいあれば回ります。基本よっぽどの事故がない限りはこの枚数で足ります。俺はボールは10からって覚えてもらえる。そうだね、9、10ぐらいじゃない、うん、まあ、だから今、まあ、ちょっとレベルでかさ増しはしてるけど大体この辺かな。90、昔とか8とかでもなんかそういうのあったけど、もうなんか触れるから限定だ。そうだね、限定でやるんだよ。じゃあここを仮定して話を進めていきます。まあ、だからボールを決めるときはその自分が組みたいデッキを見て何に触れるかっていうのを一回考えてみるべきだと。ってなったときにレベルボールが4枚入るような、まあ FV の HP90 以下が主軸となるデッキはクイックボールが自然に減ってきたりとかするんでかな。続いてグッズを決めます。まあ一番大事じゃない、グッズを決めるのって。 OK 例えば、まあ、ボール系統以外でグッズって言ったら入れ替えとかサポート系か。そうだね、今の環境必須なのは入れ替えですね。入れ替えをね、2枚とかにしてる構築は僕はね本当に信用ならないんですよ本当に信用ならないですよ。有識者が入れ替えと紐は合わせて4枚入れろ。そうです、4以上からだから。あれは風船とかも合わせたら俺なとか欲しい。あとはデッキタイプにもよるかな。でも一撃に関しては、まあ、合わせて3から4枚あれば全然戦える。次か、あとは妨害系、リセットスタンプですか。まあスタンプ、あとツイッターメタというかセルスカッパー、スクラ、なんでかっていうとまずリセットスタンプ、ブラッキー VMAX 倒れされました、一撃ウラウスが倒されましたの返しにスタンプ打ってあげると相手のデッキが1枚になる。
ってやった時に相手が入れ替えとボスが要求の時に、まあ要求に限りなく遠ざけることができる。だからそのさっきも言ったようにポケモンカードには三スクミっていう、まあ、弱点とかがあるんだけど、そこがワンチャンひっくり返る可能性があり得るカードなんですね。だから強いです。だから今エクストラでは禁止になってるカード。ぜひツルスクラッパー、まあ、一撃で言ったらちょっと届かないとこのお守りを剥がしてあげたりとか、黒板の風船を剥がしてあげたりとか、結構重要な役割を担うカードです。で次が、リソース系。そうだね、普通の釣り竿、まあ、エネルギーリサイクルとかエネルギー回収とか、まあ、基本的にはポケモンかエネルギーを、トラッシュから山札に戻してあげるカードが主軸となります。あとは最近レスキューなんだっけ、キャリー、レスキューキャリーだとかがあるんだけど、まあ、今回は、エネルギーが必要な山なので、エネルギーとポケモンが必要な山なので普通の釣り竿を。ツボも忘れてんだよ。あ、ツボもか。活力のツボは地域エネルギーをフラッシュから戻す。まあ理想すぐだということで、ここの2枚は必須なんじゃないかなっていう話になります。続いていきますか。釣り竿1のツボ3から4ぐらいだね。そうだね、配分で言ったらね、こっちの方が重要だから。だから これに関してもボールと同じで何をどう戻すかっていうのを考えて採用するべき。一撃ウロース V マックスを主軸としてたからだったら、技を打つたびにエネルギーがトラッシュにいっちゃうから4は確定だし、そうだね、技との兼ね合いもある。そう、続いて道具を決めます。まず大事なのが風船。なんか今ほぼ今どのデッキにも入ってるイメージある。これがないと話始まるんだよ。まあ昔でいう軽石みたいな。まあ風船に関しては、まあ、言わずもがな強いカード。ずっと置いたり入れ替えただけでも強い。で、あとはなんだ、巻物とか。あ、一撃の話だね。まあ一撃のハチマキとか、ハチマキじゃないわ、いや、ゲンパチもか。めちゃめちゃ賢いんだ、賢いあのお守りとか、めちゃめちゃ採用理由考えたもんね。こともあるよね。だいたいこの4パターンぐらいに分かれてて、まあ、逃げをサポートしてくれるカード、打点サポートしてくれるカード、技を増やすカード、あとは HP を上げてくれるカード、まあ、あとは隠密通道とかいろいろあるんだけど、大体は今この辺のね、まあ、現地がちょっと怪しいかな、巻物も。風船お守りあたりは、大体の敵には、どっちか入ってる。そう、どっちかは必ず入ってるかな。風船とか、なんだろう、隠密に関しては、環境を読んで何をされたら嫌かなとかを考えて入れる可能性がある。数字が関わってくるのとか。そう、数字がかかってくるのかあったら、例えばグローブ系とか、邪魔とかね。そうだ、邪魔とかもさね、妨害によったりとかするのも環境によりけり。今は黒馬が強いから、邪魔を入れるのはワンチャンありかもしれない。っていう話です。あとは、スタジアムと次サポート。サポート。次サポ。ここで、皆さんに唱えてほしい数字があります。いきますよ、はい、せーの、443。はい、443でございますね。はい、黄金比です。はい、これがこのレシピの思う日です。まあちょっと先生、443って何？はい、質問いただきました。これは博士の研究マリーボスの前説ですね。今ポケモンカードにおける、まあ、超使われるサポートの3種類がその3つかな。博士、マリー、ボスで、443にしたら9割のデッキが事故なく回る。まあとりあえず動くよ。とりあえず動くよ。で今回はブラッキー VMAX の特性が、まあ、ダークシグナル、まあ、ボスの指令を打てるということで、ここが、まあ、枠によっては2になる可能性はある。ただ1にはならないよ、基本。そう、基本めちゃめちゃ枠がない限りは443が崩れません。これはモットーにおいて今後、デッキリストをね作るときには最初に入れましょう、この443を。話がここから始まります。で、あとは一撃で言ったらエリカのおもてなしが、まあ、活力のツボを引いて使ってヘルガーから加速した危機でターンが出てくるんで、手札を切りたくないとか噛み合いが悪いとかの時にエリカがめちゃめちゃ強くて、まあ、反動を起こした状態でねエリカを使用するとマックスパワーで6枚引ける、そっから出てるんだけど打てるみたいな。まあこの間僕連撃で握ってったジュンバトルでは相手はフルパワーエリカとデデンでクロバットでツボを引けたないかわいそうな人だったんですけど、基本はこの辺のねラインで、だからその443の44の部分がドローサポートって言われるものですね。でこっちがボスとか、なんだ、なんていうのボスとかって何ボス、ドローサポート、トップ効果、トップ効果、トップ効果、それはね
ね、ドロサポとリーサル使う。まあ、リーサル、まあ、だから勝ちに直結するカード、そうだね、綺麗だね。勝ちに直結するカードっていうのは、まあ、裏引っ張ってポンで出るみたいなのは、まあ、マジで偉いから入れなきゃダメ。なんならボス入ってないデッキって勝つ気あんのくらい、正直今の環境って。え、マジで冗談抜きで全部入ってる。入ってないデッキなくないって話。グズマなら入ってないデッキあったかもしれないよ。あのコントロールとかでさえ入るぐらいだから、用途はどうあれ。そう、縛ったりするのにも使えるし、単価石にもなるし、勝ちに直結するカードになるからボスは必須です。だからまあちょっと700円ぐらいするけど、みんな買おうね、4枚ぐらい。はい、まあ、あとは、まあ、対面をちゃんと想定して考えるのであれば、アスナとかの、まあ、特殊な対面に対する妨害だったりとかもワンチャン入りうるんですけれども、とりあえず今回はね、この443と、まあ、エリカ、まあ、カリーマリーマ、でもそこも環境とかそうそうそうやってみて、あーこれ足んないなってなったら欲しくなるから、例えば、巨大一撃、父は激痛だよ、エロいんだよ。270点。おじさんがいるけど、プラス、一撃エネルギー一撃見るタイプ、一撃エネルギーがプラス20かな。うん、が、まあだから2枚貼ってあったしますよ、仮にね。ってなった時に7、8、9、10、310点だね。なんで、HP が低めの VMAX は H310 倒せます。ビクテニアラぐらいじゃない。あとね、ピカチュウもそうだ、ね、ピカチュウか、新しいピカチュウもそうだし、弱点、まあ弱点か、まあまあ基本はね、まあウィークガード貼ってあるとしましょう。だいたいこれで弱い VMAX は倒せます。HP が弱い、低い VMAX 倒せます。でもあと20点30点あれば無限大な届くやんとか、足りない。あとなんだこれ、ブラッキー届くやんとか、ブラッキー31、あ、31か、去年、今日1が届くやんとか、あと40点あればお守りつけたやつが届くやんみたいなね、そういう話なんですよ。なんで一撃エネルギー2枚の想定なんだっていうと、そうそうつかないからです。そうそうヘルガーで、まあ2点乗っかっちゃうのも割とでかいんで、この辺はね、それを加味した上で、あと30点、20点足りないって時に、カリンね、カリンのシーン、もうガッサガサだ、カリンのシーンね、が入ってくると、取られたサイトの枚数かける20点だっけ、上がるのが上がってくんで、まあだから3枚取られた返しにボーンっつってやったりとかもできるんだけど、まあ対面がゲンガーとかだったら弱点取れるし、まあ、一撃系統だったら自傷してくれるしみたいな、そこは兼ね合いで入りましょうっていうカードです。ちょっと前のシティの優勝のゲンブラかな、今入ってた気がする。まあでも採用には全然至るカードだからね。そう、次、スタジアムですね。一撃のスタジアムといえば、悪の塔、はい、悪の塔、この手、まあ、あとは、まあ、ちょっと珍しい、あ、まあ、あれ普通に入ってるか、ねぎきみち、うねぎきみち、封じる、雪道は自分のシグナル封じるから、まあ、あとは、ほんとさっき言ったけど、珍しいけど、雪道雪道ね、結構結層変えてるよね。ただ、ブラゲンガー軸とかには入りうる、ゲンガーには入りうる、あの配信で映ってたから、そうだね。でうねぎとかはそれこそ貼られたら嫌な雪道を止める、まあ、あとは水音を止めたりとか水音を止めたりとか水音はちょっと笑っちゃうけど、水音は、まあ、先一でうねぎ貼ったら相手がしたいことができなかったね。時は止めて、あれが配信のやつなんか時は止めて、だからアクパフェに対するトラッシュリソースを減らしたりとかができるんですけど、まあ、基本的には悪の塔4枚入れたり3枚入れたりかな、ドローソースなんでこれはですね。次、最後じゃないわ、最後は2番目、エネルギー、ね、かはい、まだデッキできてないからね、ここにマストなんですか、一撃エネルギー、はい、一撃、あ、基本キャプチャー、あ、キャプチャー、基本ね、塔だ、あとハイドアーク、あ、今回は何、今日1か、いや、ブラッキーだけど、バレットにして一撃決めてる、うん、じゃあ、アクト、じゃあ基本、うん、まあ、だからあとは、まあ、ハイドとかね、ハイドね、ストーン、ストーン、だいたいこの辺かな、エネルギー、ストーン、そんな、まあでも、マストはまずこれ4枚、一撃、エネルギーってなって伸びてる一撃エネルギーは、マストマジで4枚で、だって壺使って山に戻すぐらいなんだから3枚やっちゃいけないでしょっていう、4枚やっちゃいけないって話で4確定なんか全部10枚するぐらいでいい、
はい、4枚確定。次、キャプチャーエネルギー2枚以上2から基本と基本悪は最低2枚あればいいよね。まあ、ハイドとストーンに関してはゲンガーに寄せるかとか一撃ウロースに寄せるかとかあるんだけど、今回は一撃ウロースに寄せて考えるので、まあ、入れてもストーンで多分入んねかな。ストーンでもね入んね。うん、まあだからとりあえず422があれば8枚かな合計。基本的には一撃なら山から察知できるし、キャプチャーには引けたらラッキーなんで十分の枚数なんじゃないかって思います。エネルギーの配分はとりあえずこんなところで、で僕がちょっと今話したことを踏まえてリストを作ってポンって出すので、そちらをご覧ください。はい、が今回、まあ、いろんな対面とかを想定しながら考えて一撃ウラオスです。まあ、あとは好みとか自分が弾けるかとかにも寄ってくると思うんですけど、そちらに関してはね自分でちょっと回してみて一人回ししてみて考えてみてください。まあ、あとは一番でかいのはホラーハウスを抜けるかどうかだよね。いや、ホラーハウスどころじゃないよ。もうミラクルツインなりファンデスが飛んできたり、まだもやで剥がされたりだとか、まあ、蓋されたりでかいの飛んでくるわね。正直黒板、まあ5分、まあ、6割ぐらい。正直こんなにやってるの6割ぐらい。あのね、デッキパワーが高すぎる。まあそういうのあれだけど、まあ、今回はね一撃をしたいっていう、一撃ウラスを使いたい、一撃ブラッキーを使いたいっていうあれで観点で言ったら、まあ、6割取れたら十分じゃないかな。十分だね、うん、思います。で最後一番大事、サプライを決めましょう。これです。わ、皆さんちょっと持ってるスリーブをペロッとペロッと、ね、はい、まずこれマイマ、これはキューラのオタクスリーブですね。だいぶキューラスリーブ、これはジュナイパーがある。ジュナイパー専用のスリーブ。はい、あとはこれレンレンは、エンペルト、もう押しポケかな一応2番ぐらい。あとはこれデッキシールドプロとかのサラサラしてるやつだね。はい、リョスは一番キモいです。痛透明セリフみたいなもんね、これは言っちゃえば。違うよ、うん、でもこれをディエマとかで使ったらちょっとおしゃれだけど。あ、いやでも俺は多分きついな、面白いと思ってたな。まあ、あとはそれは可愛い怪獣マニア、ピカチュウはちゃんとそれは中身に合わせて好き。まあ、サプライとかに関しては公式のもの、まあ、見た目重視にするか、あとは、まあ、利便性重視にするかという話になってきて、まあ、僕で言ったら値段だよね。そうだね、いっぱいデッキ作る人は。エネルギーラオスはこれ刀スリーブ、これ1200円ぐらいする。そう100枚で、まあ、ちょっとお高めなんだけど質量めちゃめちゃいい。そうなんで最初のもう最初使った時も感動するよ、全然避けない。まあ、あとは安くてそういうタイプで言ったらハイパーマットとか、この辺はねかなりおすすめかな。デッキいっぱい作る人とかね。そうだね、ハイパーマットだとバキバキになっちゃうからたくさん使うんだったら刀の方が。まあ、だから調整段階はハイパーマットで回してみて、最後は公式のスリーブ使ったり刀使ったりみたいな、もう全然できるので、よかったらね。これもこれかわいい。はい、で次がプレイマットだね。プレイマットに関しては、まあ、僕らはチームプレイマがあるんだけど、まあ、好きなポケモンが書いてあるフレーマだったりとかを使うとやっぱり、まあ、モチベが上がるよね。何よりこのプレーマ使いたいから今日練習会行こうとかもできるし、まあ、あとはキャラクターのプレーマとか使ってもいいしね。で最後が、まあ、デッキケースとかダメカンケースとか容器系、これは出たばっかのレックーザのダメカンケース。でこれが EV フレンズ、うん、EV コレクションデッキケース、これはね結構高い。で、まあ、さっき言ったプレマの話はこれチームのプレマね。かわいいでしょ。テレビショッピング。あとはこれは普通のね、300円ぐらい400円ぐらいかな、公式で売ってるポケセンとかで売ってるやつ。これは、ボックス限定チャイニースターブレイルリナセットです。そうで僕が今使ってたりするのはこのトイガーさんの、これももらったもらったものなんだけど、まあ、一応企業の毎時はねもらったものなんだけど、これデッキ2個入ったりするやつ。でこれは俺がねもう愛用して愛用してやまない、あのアルティメットガードの安いやつですね。これね全然ね水が入んないのよ。だから雨のとかとかでも全然横から隙間とか水入ったりしないからめちゃめちゃいい。俺はこれお気に入り、安いし色が分かりやすいしみたいな、みたいな、まあモチベーションだね、モチベーションにつながるようなものが買えると、まあ練習とか、まあこのプレマ出したいから使おうみたいな理由もなるし、あとは自慢できるような感じで、例えば写真撮るときとかに下に引いてみたりとかしたら、まあ映えるし、
それこそこのぬいぐるみとかもね、写真撮るときにこうやって置いとくと、あ、かわいいやん、なるでしょ。かわいい。みたいな話です。やめて、やめて、組み萌えちゃう。まあなんで、とりあえず、デッキ構築をちゃんとした上で、スリーブとか、まああとはプレイマットとかを、お気に入りのものを買ってみれば、まあポケモンカードする気にはなるんじゃないかなと思います。する気にはなる。ちなみに、ね、ちなみに僕らは今ポケモンカードする気ありません。まあ、だいぶ疲れました。疲れました。まあそんなところかな、とりあえず。はい、まあそれをね、皆さん重点的に置いて、デッキ構築を楽しんでみてください。はい、ちょっと長くなりましたが、それで、今回の願い星はね、まあこれもそう。チームパーカー。みたいな、本邦初公開、実は。本邦初公開。起立。はい、起立。千葉くんが立ちません。はい、あ、いいよね、こういうやつ、ね、気をつけ。はい、ありがとうございました。はい、今回の願い星作ろう、終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ、では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。